どうもビギストの皆さん、こんにちは。さあ、ザ・ゴールドミッションの時間がやってまいりました。もうバイクもね、通っております。今日はですね、あいにくの雨でございまして、早速東方神起のお二人は車に乗っております。まあ、今回私の漫談でこの回は終わらせてもいいんですけれどもね、いいですよね。ダメですか。スタッフの皆さんがもう早く乗り込もうと、寒いということでございますので、早速行ってみましょう。こう乗ってますから、よいしょ。こんにちは。どうもあ、こんにちは。よいしょ。どちら様ですか。いや、知ってるやん知ってるやん、1週間ぶりやんか。え、なんでここにいるんですか。いや、行くよ、今日も行きますよ。え、ね、行きます、行きます。ミッションの時間です、ミッションの。あー、相変わらずテンション高いですね行くよ、ほら元気出してね。ちょっと仮眠取ってました。仮眠取ってましたスタッフも乗りますから、はい、ね、じゃあ行きますか、早速。それで出発しましょう。なんかトリアンさんがここに来たっていうのは、また何とかしなきゃいけな い, そ, いうことです、ね、そらそうですよ。じゃあ行きますよ、出発進行早速今回のミッション現場へ向かう3人。さあ、今ミッションのですね、はい、ロケ地に向かってるんですけれども、今も信じられないですなんだ、いつもテンション低いやんか。いやいやいや、今絶好調です。今絶好調な今日の中で一番テンション高いです信じられないかもしれないです。基準値が低すぎるやろ。もっとこう声張ってさ、バラエティーよ。もうね、ビギストのみんなが見とるわけやし、頑張っていこう、頑張っていこうよ。よっしゃ、本当にいいそしていいことがあるんですよ。何？なんかこのビギスト版が評判が良くて、うん、それでカメラが1台増えたんですすごいじゃないですか。本当や、はい、ホームビデオのやつやんか、これ。そうです、ちっちゃいのが増えたおう、やった、2カメで行きますよ。じゃあ今日から、あの小さいのはもう最初からもうできたんじゃないですかね。いやいやいやこれ最初からもう全然見たことないいやいや、これね、やっぱり面白いことが起こったら抜かないかんからね。評判が良かったとしたら、うん、本当今みたいにメインカメラに大きいカメラが、ね、まだこれが足りないから。そうよ、まだね、制作費がね、ないのよ。そうそう、制作費がないんだったらこのプロやめましょう皆さん、無理やりにチャンミンやめんよ。チャンミンが抜けても俺はやるよ、一人でそうだろ、やってくださいよ、頑張って二人とも。いや、頑張りましょう。今日はですね、ちょっとお二人にはこれを使ったミッションを。これ豆？そう、今回は大豆に関するミッション。その内容、予想してみてください。まあ、あれじゃないですか、お化けを放り出すために。お前誰がお化け誰がお化けや。これを使ったミッションですよ。あ、何、硬いそれ硬いよ、乾燥かい。大豆ですから。これで、はいはいはい、なんかビールを飲む時のなんかおつまみとかなんか作ったり、そういうんじゃないですか。あ、ちょっと寄りましたよ、今ちょっと近くなりました。うえー、これ、はい、なんですか。普段韓国の料理にも、はいはい、ホイを鍋流とかで、はい、テンジャンチゲみたいな味噌なんとか、これじゃないかな。あ、でも全部寄ってますよ、だいぶお二人、うん、近いです、近いです。そうですね、まあ味もそうだし。ふぅー、そっか、なんか…た、はい、まさか、はい、UFO、 まさか、あれ、なに、あれ、あれよ、あれ、あれよ、それよ、あれだよ、あれ、豆だから、豆だから、はよ、言えどうか、お、正解、すごい、豆腐の豆。そう、今回は大豆を使った豆腐作りに挑戦していただきます。今日はお二人にはですね、豆腐を作っていただこうと思っております。お、でも豆腐意外簡単じゃないですか。豆腐でしょ。うん、まあ、ね、雨も近くのままのそれだけで、はい、こうやって、ね、簡単にね、できそうですよね。そうですね、皆さん、バカ言わないでください。豆腐は
ものすごく難しいです作るの。え、なんで？僕一回作ったことがあるんですけど。え、ちなみに作ったことあるの豆腐？映画の出演をやったことがあって、その中でなんか豆腐屋さんでちょっとアルバイトをやってた、バイトをやってた役割だったんですけど、何回ぐらいで1日だけやったんだけど、半端なく辛いです。でも今心底のやつやんか。豆腐が豆腐じゃないですか。いや。そばを作る、そば作りましたよ。そば作りの、はい、せめて5倍ぐらいは辛い。もうめっちゃ嫌がってるやん。オッケー、わかりました。俺やめる。いやいや、ダメよ。もう今日は2人には豆腐作ってもらいますから。もう作った堤さんはやらないですね。もうここはお二人をこう見守る仕事でございます。いらないんですよ。いりません。何もやってないのに、なんでここに。チャーミーザ・ゴールドミッション、マスターオブセレモニー、ドリアズの堤さんですよ。マスターオブセレモニー、そう、 MC いらないんすよ。いるいる。あ、一緒に作りましょう。一緒に作りましょうじゃないよ。今日は二人にだから作ってもらって、またほら、まさかまた罰ゲームとかあるんですか？もう用意してますよ。はあ、そしたら僕がまた負けることに決まってるんじゃないですか？いや、それは分からん。ユンホちゃんと一生懸命作るからいいよ。経験したことがあるし。あ、確かにね。一、はい、回その時はちゃんとゼロから作ったわけ？もう、あ、でゼロではなかったです。ゼロではない。ではなかったです。あ、じゃあほら、はい、いいじゃん。全然。今日は本当にゼロからやっていただきますから。はい、それがもっと僕によって厳しいです。なんでよ。僕はまた。どんなことするか自分も分かんないし全く分からんから、はい、そうか、チャーミーは大体工程がね分かってますから、まあ、それそうですね、ね、はい、今日はちょっと頑張って作りましょう。よっしゃ、豆腐して豆腐して、もうこれもう皆さんもう大サービスですよ。豆腐神器です。豆腐神器、今日からじゃあお二人は今日だけ豆腐神器で。豆腐神器。この3人の中で僕だけちょっとこのプロやめていいんじゃないですかね。ダメよ。なかなか、なんか乗れないです。乗ってかな、乗ってかなね、ユンホね。そうですね。歌ってみ、一緒には歌ってみ。豆腐して楽しいやろ。いや、楽しいです、ね、楽しくなって、ちょっと楽しくなってちょっと楽しくなってきました。でもこんな感じでいきますから。あ、悔しいな。次回、今日は負けたくないな。いよいよ豆腐作りミッション開始。お楽しみに。